ではですね、最後に、レイヤースタイルというものを見ていきたいと思います。オープニングのタイトルなどで使うような、ロゴ、そういったものを作りたいという場合には、普通にテキストを入力しただけではちょっとシンプルすぎますので、ここにですね、様々な効果を加えていきたいと思います。はい、ではデフォルトのインターフェースだとこのカラーの裏にですね、スタイルというのが用意されています。今、用意してあるレイヤーは、一番最初と同じように電報字とただ、このテキストのツールを使って入力した、テキストレイヤーなんですが、ここにですね、スタイルを加えていくと、まあ、例えばこういったものですとか、様々なスタイルといいますか、まあ、いろんな効果がですね、用意されています。ちょっと広げてみまして、まあ、こちらでですね、最初に、まあ、十数個、20個前後の、ファイルが用意されているんですが、それ以外にも、こちらのメニューのボタンを押していただくと、抽象スタイル、ボタンのスタイル、点線のスタイル、ガラスボタンのスタイルと、この一覧、抽象スタイルからウェブスタイルまでの、こちらのものは、最初に、立ち上げただけでは読み込まれていない、スタイルの情報ですので、例えばじゃあここで、テキスト効果というものを読み込んでみます。はい。置き換えますかというふうに聞いてきますが、今のものも残しつつ、ここに追加してみたいと思います。はい。そうすると、たくさんの効果が追加されました。テキスト用の効果だけあって、まあ、こうやってテキストが見やすい効果が非常にたくさん入っています。はい。まあ、たくさんのレイヤースタイルがすでに用意されていますので、こちらの中から選んでいただくだけでも十分に、立派なテキストを作ってもらえるんですが、ロゴを作ってもらえるんですが、これの一つ一つがじゃあどうやって作られているかというのをご覧いただきたいと思います。はい。一番左上ですね。こちらがスタイルの初期設定ということですので、こちらを押してもらうと、元の状態に一発で戻すことができます。はい。ではですね、スタイルを加えていきたいときには、オリジナルで加えていく場合、レイヤー名のない部分、この空白の部分、こちらをダブルクリックしていただくのが一番手軽な方法です。そうしますと、このようにレイヤースタイルという専用のウィンドウが現れます。上からドロップシャドウ、シャドウ、交際、外側、内側ですね。そしてベベルとエンボス。でこのベベルとエンボスの輪郭とテクスチャに関する設定。サテン、カラーオーバーレイ、グラデーションオーバーレイ、パターンオーバーレイ、境界線という、こういったたくさんの項目が用意されています。ではですね、まず分かりやすいものからちょっとご覧いただきましょうか。ドロップシャドウ。はい。元の文字が黒なので少し分かりづらいんですが、はい。影がつくというものです。そしてこの影の距離。そして、スプレッド。まあ、広がりですね。そして、サイズ。まあ、これぼかし具合です。こういったものを細かく設定していくことができます。他にも角度ですとか、この影の不透明度なんかの設定もあります。影の色をそのものを変えてしまうこともできます。はい。そして、こういった外側のシャドウの他に内側のシャドウ。ちょっとこれわかりやすいように影の色を変えますね。通常の白にしてしまいます。そうすると、まあ、この文字の内側に影が落ちる。というような効果を加えたり、文字の外側を光らせる。これもまたちょっとわかりやすいように通常にしてしまいますが、赤く、はい、スプレッド、そしてサイズを上げていくと、文字の輪郭が赤く光るような形で、まあ、ボケた境界線のようなものを加えることができます。同じように内側にも、光を加えていくことができます。
様々な設定がありますので、まあ、このあたりもぜひですね、いろいろ試してみてください。そして、ベベルとエンボス。まあ、これちょっと変わってるんですが、このようにですね、もこっと浮き出たようなテキストにすることができます。滑らかに、またはこうハードに。あと、エンボス。これは、周りも含めて、まあ、ベベルですと、こうやって周りに影がついたようになっています。ちょっとではですね、一旦これキャンセルしまして、わかりやすいように背景をつけてみますね。背景色、白で塗りつぶしてみます。そうすると、ベベルとエンボスの、ベベルの効果、わかりやすいと思うんですが、サイズを上げていくと、このようにですね、周りが膨らむ。内側は、文字の内側が膨らみます。まあ、他にもですね、例えば、この光沢輪郭なんていうのを使っていただきますと、手軽に、この輪郭といいますか、この光沢の調整ができますので、軽く調整していただくだけで、ちょっとメタリックな感じの文字にしたりとかですね、こういった光の角度を変えるなんていうこともできます。はい、こちらがベベルとエンボス。まあ、輪郭の部分だけの設定なんかも用意されていますね。はい、そして、続きましてサテン。まあ、これちょっとわかりにくいんですが、じゃこれ、白で通常にしておきます。これ何かと言いますと、距離離していくと、だんだん離れてくるとわかるんですが、はい、電報寺というこの文字がですね、いくつも重なっているんですね、実は。重なってそれぞれが、まあ、この角度、設定してある角度でずれていく。目的としてはですね、これはちょっと複雑な模様を作りたいような場合によく使うんですが、まあ、この文字をベースに模様を作っていくというような場合に、このサテンというのを使います。で、他にカラーオーバーレイ、指定した色で塗りつぶします。もちろんテキストレイヤーそのものを調整してしまってもいいんですが、こうやってカラーオーバーレイを使って色を変える。全体の色を変えることもできます。そしてグラデーションオーバーレイ。グラデーションですね。まさにこのままです。いろいろなグラデーションもすでに最初からプリセットとして用意されていますし、さらに先ほどのレイヤースタイルと同じように、メタルのカラーのグラデーションを追加というような、こういろいろなグラデーションをさらに追加していくこともできます。はい、そしてパターンオーバーレイですね。こちらは特定のテクスチャ、このパターンの中から選んでもらうんですが、これもたくさん入っていますので、例えば岩のパターン追加してみると、岩の写真のパターンですね。こういったものがたくさん用意されています。文字の中にこういったテクスチャを貼り付けるということがこの中にできます。はい。パターンオーバーレイでした。そして、まあ一番よく使うかなと思うのがこの境界線ですね。色を変えてみると、はい。赤い境界線。まあ、テキストが読みやすいように、プレミアの、タイトルデザイナーなどでも、アウトラインをつけるということをしたと思うんですが、こうやってフォトショップでも、レイヤースタイルを使って、境界線を作ったりというようなことが手軽にできるようになっています。はい。で、さらにですね、ここで新規スタイルというのを選んでいただくと、先ほどのスタイルのパレットの中に、オリジナルのスタイルとして保存しておくこともできますので、何度も同じような、文字を作っていきたいというような場合には、これをスタイルとして保存しておくことをお勧めします。では、これには、加藤スペシャルという名前を付けておきます。まあ、非常にシンプルな文字ですが、01ですね。はい、OK を押します。はい、こちらに出てきました。
ですので、これから新しく文字を打ったりした時には、こちらをクリックしてもらえれば、常にこのレイヤースタイルが適用されるというわけです。はい、ちなみに、プレミアアフターエフェクツにこのレイヤースタイルというのはそのまま持っていくことができますので、特にここで結合して1枚の画像にしなければいけないとか、そういった制限はありません。さらに、まあ、アフターエフェクツの方ですと、このレイヤースタイルをレイヤースタイルのまま持っていくこともできます。ですので、それをアフターエフェクツで時間によって動かしたりとか、またそういったところに関しては、アフターエフェクツの部分で、やっていただきたいと思いますが、まあ、テキストですね、こういったもの、アフターエフェクツではテキストのレイヤーをさらにアフターエフェクツ上で打ち直したりというような機能もあります。またアンコールには、こちらのフォトショップで作ったメニューを読み込んで、アンコール上で直すというようなこともできたりしますので、まあ、各 Adobe の製品と非常に連携の取れたアプリケーションとなっています。ぜひですね、フォトショップ、まあ、さらに細かい機能というのはたくさんあるんですが、いろいろ使っていろんな機能をマスターして、使いこなしていただければ皆さんが作れるものの幅というのが大幅に広がるのではないかなと思います。